ナツチャンネルをご覧の皆さん、どうも、はじめまして、上地雄介です。今日は、重大なね、報告がありまして、そちらをね、皆さんにお届けしたく、こちらの動画に出演させていただきました。重大な報告というよりは、開封動画なので、皆さんには楽しんでいただけるかなと思います。早速、ご覧いただいてもらいましょう。よろしくお願いします。早速開封していきたいと思います。開けたいと思います。ここですね。さ、非常に、緊張しております。中身はですね、行きましょう。来たる、今日は、11月16日ある商品の発売日でございます。そちら、これです。バーンということで買っちゃいました。スイッチ、任天堂スイッチ、見えますか。これはここに書いてある通り、任天堂スイッチの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルセットということですね。スイッチの本体にスマブラのね、歴代のキャラクターの絵が描いてある、仕様のやつですね。開けていきたいと思います。早速、ぜやぜや、いや、すごい。あー、かっこいい。見てちょっとネタバレになっちゃう部分もあったりとかするんだけどね。まあでも公式で発表されてることだから大丈夫だと思うんだけど、見てこれ、かっこよすぎでは。中身、こんな感じですね。ちょっと見えづらいかもしれないんで、開けていきたいと思います。いや、緊張するね。ちょっと見えづらいかな。で、普通の、ジョイコン、コントローラーの部分っていうのは、普通は、まあ、赤だったり青だったり白だったりってするのかな、なんですが、このスマブラエディションはですね、シンプルかつモダンな感じでね、こういった、銀のラインで描かれてますね。これは、スマブラのマークなんですよ。シンボルマーク、丸いやつにこういうね、十字みたいなマークがあって、それがモチーフでねされてますね。あ、すごいかっこいい。ちょっともう手袋すればよかった。見て見て、このマットな感じですね。ちょ、戻しましょう。ちょ、これよりも絵が描いてあるやつも気になる。で、本体は変わらないね、普通のね、感じの本体と、この下ですよ。あとケーブル類ですね。この辺は多分普通のスイッチと変わらないと思います。何もこちらはね、描かれてたりとかしないんで、こちらは見せなくてもいいかなと思ってます。あと、これは、ジョイコンのね、先ほどのこのコントローラーにね、くっつけるストラップですね。まあ、もうスイッチ発売されてから知ってる人はいっぱいいると思うから、あんまり説明はしません。開封動画なんで。なんそれが2個、ついております、ストラップね。で、あとはこちらはね、コントローラーを
まあ、2つねジョイコンをここにブスブスっと刺して、普通にね持ってできるコントローラーの手持ちやすいコントローラーということですね。であとはお見せできないんですけど、まあ、こうオンラインのね使用の番号が書いてあるようなものと、あとはこのねダウンロードできるスマブラ、ダイランドスマッシュブラザーズのソフトがダウンロードできるコードですねが入ってます。でメインですよこれが。いやーよいしょ、これだよこれもメイン、これがかっこよくて俺買ったから、これがかっこいいと思って買ったからね。さあどっちが、こっちか、いきましょう。3、2、1、取れてるよね。1、かっこいい、マジでかっこよくない？これ初代の64のキャラたちがね乗ってるんだよ。1、2、サムス、マリオ、カービィ、フォックス、ドンキー、リンク、ヨッシー、ピカチュウと。すごくない？これかっこいいね。どうですこれ、やっぱ64のねとかこのスマブラに思い出がある人っていうのは結構これ突き刺さるんじゃないかな。めっちゃいい。ちょっと光当たりすぎててねちょっと難しいかもしれないけど、見えづらいかもしれないけど、でもこんなそれでもこんだけかっこよく映ると素晴らしいっすね。神汚したくない。そんな感じでですね、これは本体を、画面をですね、このね先ほどのディスプレイをここにガチャッと入れて、テレビに映し出すための、ドックでございますね。だこれがないとテレビに、出力できないということです。こちらにね、刺す口があったりとか。いやかっこいいねこれマジで。まあ、そんな感じですね。であとはもうちょっと個人的にね、もろもろ、ソフトをね買おうかなとか、あとは周辺機器ですかを買おうかなとか思っております。いやすごいね。まあいいや、ちょっとしまわないで終わろっか。開封させていただきました。皆さんもねもしよろしければこちらをねいいなと思ったらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。まあお値段的にちょっとお高いんですけども、でも買う価値はあると思います。このかっこよさいいと思います。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録またはグッドボタンよろしくお願いします。以上開封動画でした。ありがとうございました。